はいどうも、たくたくです。バレンタインナイトメア第6夜、やっていきたいと思います。本日はですね、ちょっとぶ、分岐がここに、これこれこれ。これがスクラップブックがあると書いてあるんですけど、これを読むか読まないかで、内容スキップでいいのかなあーこれね、 読まないという選択もできる、できるというか、これ、こう調べちゃいけないみたいなんですよね。これを前回読ん、前回というか、読んで進めたからいけないっていうところもなんかあるらしくて、ちょっとこれをね、読まないで進めてみようと思いますけど、その進んで、えっと、ここピンチだな。隠れればよかったな、今な。そこまでやって、一旦、カットしたいと思いますので、はい。 一旦カット。お、読まないと。おやられたんだけど。バッドエンド初めて見たバッドエンド。あ、これが、あれだ、多分。 これが、三つ目だ。なるほどね。ということは、ということは、ということ他に、分岐はどこにあるはい。ちょっとここで、マドレーヌい、ほんと一番最初なんですけど、ちょっとここで、マドレーヌを食べないでちょっと行ってみようか。食べない。夏見、ふーんなんかふーになったな。なんでふーなんだろう。ほっ。 クリ中なんかマドレーヌを無理やり突っ込まれた。あ、こういうのがあるんだ。こういうイベントがあるんですね。これで分岐するのかなあ、辛かった舌に辛さを超えた激痛が走る。いた、辛すぎる。あ、ごめん。これは、みんなをびっくりさせるために作ったジョロキア入りマドレーヌだった。おいおい、大丈夫かあ、これ今度は主人公が食べたのか顔が真っ赤だとジョロキアってあのトー、 唐辛子の、確か世界で一番辛い唐辛子って聞いたような、とにかく水飲んできた方がいいんじゃないか。なるほど。これで、あれだ、主人公が離れる場面ができたわけなんだ、これで。なるほどね。で、これで、店一階の台所にある。これもしかしたらさ、い吹いきなり殺されるけどさ、違う展開になるっていう、全員生還したらトゥルーなのかな いぶきがこれで死なないとかこれで水を、はい。飲む。これ戻ると戻るとどうなってんだ、これ。みんないるのかな一応トイレ見てみるああ、特に言わ、ない。おお、貼られてるわ。貼られてる、貼られてる。謎の手紙。おおああ、待かって待っていぶきはトイレに行くのうん、下の階段お借りするぞ。ア手シた。ント。あ これか。そっか。ここであれだ。息吹を、あれだわ。ちょっと止めるか。どうした連れ一緒に行くか。一緒に行ってみればいいのかな。いかにはない。え、どうすんのこれ一回、おろしえダメじゃん。あ でもなんか見えた、なんか見えた。多分、これを使うんじゃないああ、わーなるほど。ちょっとこれ、やり直します。はい。というわけで、また、この手紙のとこまで来ました。で、これで、手紙を手に入れる。で、息吹ね、この後に何かしないといけないんでしょ下の階にどうのこうのできたな。この、だから、手紙を、こう見せるね。お前らは殺される。 おう、来た、ほら謎の手紙を渡した。うんなんだ、この手紙。ほらほら、驚愕の内容が書かれていると。うんうん。だいぶいたかい、いつの間にか、この手紙貼り付けられていることをよく話した。うんうん。相談してみるか。おしっこ行かなくて大丈夫お前。おしっこ。おしっこいいの。おしっこいいのかななんだ、顔色悪いよ。さっき、おこれは、あれだね。深海、新展開だね。この部屋のドア、 にこの手紙が貼られていたらしいんだ。何何お前らは殺される。え、どういうこと誰かのいたずらの可能性は、お互いの顔を見合わすすが誰も知らないようだ。つまり、この場にいない第三者がこの家にいるってことなのか。何それ怖いんなんかもう、一枚封筒の中にあるぞ。ああ、これね。はいはいはい。これね。読んだ、読んだ、読んだ、これは読んだ。み、うん。 ここからは一緒か。お母さんに電話してもらえ、迎えに来てもらう携帯は、嘘圏外。はい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 。これやっぱちょっと若干違いますね、メッセージがね。この辺、いぶきはみたいな。お、おい、つみそうだよ。誰かのいたずらだよ。まったくもう、どっから見てるのつみどうしたおい、つみそこの窓からかなやめろやめろ。感電するんじゃないこれもしかしたら。 ここかなダメだ手紙通りならこうがずるあ <laughs> 夏美がな、夏美問いかけに反応はない。あたりには卵の腐ったような匂いが充満している。う、嘘だろえ、夏美死んじゃったけどこれからどうすればえ <laughs> どうして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 排気口とかから脱出できるかもしれない。今気を待とう。ああ。え 夏海死んだけど。これもダメ。えー、嘘でしょちょっと待って。これは腑に落ちんわ。もう一回ここからやろう。ここなんだっけあ。いや、あの、夏海はだから、なんかしなきゃいけなかったんでしょ多分。違うのかなよし、また戻ってきました。 これさ、このあたりで、もしかしたら、夏美を止める。あ、ほらほらほら。これ、止められんのかなうお、動け動け動け。おい夏み、あ、いけたいけたいけた。これで。そうだよ、誰かのいたずらでもう誰かを知らない。けど、嫌だな。夏美を止める。なにほら。止めれた、うん、どうしたの制服のポケットに入っていたボールペンを窓に向かって投げてみた。うぅ。 嘘、じゃない。この手紙のことって本当のことなのここまでやる普通。本当に高圧電流が流れるんだね、あそこね。これからどうすればいいの救出を持つしかないだろう。救出も何も助けを呼ぶことを、を、ダメ。なら、このまま助けが来るまでずっとこの家にいろって言うの。そうするしかないだろう。そんな。これでもあいつの陰謀もあるからな。これ、あいつが何なのかっていう。 とにかく手紙の通り窓には高圧電流が流れているし、僕たちを殺そうとしているのは間違いないだろう。何かしらの手を使っても僕たちを殺しに来る。いつかは誰かの親が不審がって警察とかに連絡してくるだろうが、果たして警察が来るまでに生き延びていられるだろうか。いつ来るかわからない救出を待つより、手紙の殺人鬼が予想もつかないような新しい脱出口を探し、脱出した方がいいか。そうだ、果たしてどっちがいいだろう。私はこのままずっとみんなとここにいたいわ。痛い。 俺はいつ現れるか分からない殺人鬼と出くわすより危険でも脱出口を見つけて、早くこの家から脱出した方がいいと思う。おー。ということでバラバラになってっていうことなんでしょうね、多分ね。ふんふん。意見に賛成したんだ、結局。で、どうすんの、これ。じゃ、手分けして探そうか。もしかしたら排気口など予想もつかないところが外に繋がっているかもしれない。 こんな狭い枝、慎重に行動して、手紙の殺人鬼見つからないように気をつけないとな。やっぱ殺人鬼はいるんだね。えみんな別々の行動はい。まあ一応多分、ほとんど謎解きは変わらないと思いますが、一応進めてみて変わるポイントがあれば、またそこまで行きたいと思います。それまで、一旦、カット。お、いたいきなりいたカットしようかなと思ったけど、いたはいきなり。 嘘でしょあれが手紙の殺人鬼なのか。いきなりスタートしてたんだけど。これ逃げ、逃げればいいでしょ何な何、な何,何階段を下ってくる音が聞こえる。ここがあれなんだ一緒なんだ。はいはい、回避ここちょっと違うね、やっぱりね。説明のポイントというか、登場までのあれがね。まあ、これはま、あやることで一緒でしょ。逃げ,ろ逃,げろ逃げろ、逃げろ、逃げろ危ない危ない。ここに入れよし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 。 ちょっと若干違いましたね、いきなりね。<laughs> カットって言いながら多分カットされてないんだろうでしょうね、これは。<laughs> カットするつもりで喋ってたけど。なるほどな。おだ、誰か。なんか聞こえた気がするが。なになにえ、どうすんのどうすんのここじゃないの

何のカウント何のカウントこれ。あと、あと数秒しかないわ。はえええー、ここだったんだ。ちょっとやり直したい。<laughs> <laughs> なんでよりによって一番最後の部屋に。まあいいや。物置。はい。鍵。これ、あれなんだろうね。吊るされてたってことなんだろうね。多分ね。 そのためのあれだったんだね。やば。で、これを。やべ、やべ、やべ。これをだから。あ、そのためのナイフだったんだ。はい。危なっ。大丈夫か、ゆうき。うっ、よかったよかったよかった。ごほ。ごほ。あ、ぼ、僕は、あいつに襲われて。ありがとう。本当にありがとう。え、ゆうきは、これは犯人じゃないですよね。もう。 どっちにしろ首をな、何らかの方法でやられる殺害方法なのね、君はね。うん。気をつけてんな。お、ちょっと待って。なんとか、少し休むことにするよ。休んで大丈夫早くとか隠れてから休んだ方がいいんじゃないのクローゼットの中危ないと。クローゼットの中にいてやられたってことか。まあまあいいや、このうちょっと進めよう。こういうイベントもちょいちょい挟んでくるね。 ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたかよろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですかチャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリックスマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 ツイッターとニコ生とかもやってますので興味があればチェックしてみてねチャンネル登録してくれないとおしおきだべー